前提皮質とは前提からの入力を受ける大脳皮質領域の総称である。抹消で発生した体制感覚が大脳皮質の一時体制感覚やへ伝わるように各種の感覚は対応する大脳皮質領域を持つと考えられている。そのうち前提期間に対応する大脳皮質領域は前提皮質と呼ばれる。歴史的には 前提皮質の存在に疑問がついていた。なぜなら、半期間と自責からなる前提は、脳幹を介して姿勢、歩行、視線を制御すると考えられてきたからである。しかし記憶や学習といったより、工事の機能にも前提からの情報が利用されていることがわかり、他の感覚が集積されている大脳皮質に前提の情報を処理する領域が存在すると推測された。 大脳前提や霊長類や人を用いた研究により、前提の情報は空間的に離れた複数の大脳皮質領域へ伝達されていることが明らかになっている。前提からの情報はまず脳幹神経核群へ伝わり、さらに支障の広い領域へ伝わる。大脳皮質では、中心後溝から頭頂間溝にわたる2部位や、中心口の底部である 3A 部や、 シルビウス列とその周囲皮質などが前提情報を受け取る。特にシルビウス列の中心後部にわたる領域は前提刺激に対する非常にロバストな応答を見せることから人では頭頂用島前提性皮質と呼ばれる。前提由来の情報は他の感覚情報が持つ曖昧さの解決に役立つ。例えば物体が体の近くへ寄ってきたき、自分の体が寄ったのかあるいは 物体が寄ってきたのかを判断するには、体の運動方向に関する情報が必要である。故に、脳はどこかの領域において、視覚情報と前提情報を統合する必要がある。前提皮質は、領域の総称である。近年の研究により、前提の情報を受け取る量やの具体的な位置、機能が解明され始めている。前提皮質を同定するためには、 前提刺激を行う必要がある。実験的な介入を含めて複数の手法が用いられる。人は空間あるいは事故の運動を認識するために前提情報と視覚情報の両方を利用、統合していると考えられている。ある種の視覚刺激が引き起こす自分が動いているという感覚は視覚による自己運動認識の一例である。脳幹の前提神経核には 内耳の感覚神経以外にも様々な感覚入力が投射している。視覚刺激に応じて多くはを司るニューロンが活性化することから前提情報と視覚情報の統合は脳幹において行われると考えられていた。しかし近年の研究により目の制御を司さどらないタイプの前提神経核ニューロンは視覚刺激に応答しないことが判明した。ゆえに 前提情報と視覚情報の統合はより工事の領域、例えば前提秘質において行われると考えられている。ありがとうございます。